刊スポーツコムをご覧の皆さん、こんにちは。栗原あゆみです。あゆみです。この度栗原あゆみ5周年記念興行を12月12日12時から新宿フェイスで行います。オープニングマッチは親友のあゆみに出てもらいます。親友の栗原が5周年ということでオープニングマッチに出させていただきます。カードはウルティモドラゴンあゆみ対スペースローンウルフレオン組となります。この試合を勝利で飾って栗原にいいバトンを渡したいなと思ってます。メキシコの風を吹かせます。メインイベントは栗原あゆみ中川智香対秋の浜田彩子組という対戦カードになってます。このカードは本当に自分が望んだカードで、秋野さんは自分の師匠でもあるので、5年間の集大成を見せれるカードだと思ってます。なのでここで自分が勝って、次のステップに進みたいと思ってます。ぜひその姿を見に来てください。入門してからだと練習生期間も含めると1年半で合計も7年ぐらいプロレス界にいるってことになるんですけど、なんか考えてみてもデビューするまでもいろいろあったし、デビューしてからもいろいろあったし、その間1年半は欠場してしまったりとかあるんですけど、たった5年ではあるんですけど、しかも実質1年半休んでしまったんで、3年半なんですけど、なんか濃かったんじゃないかなと思うんですけど、でもやっぱあっという間でしたね。はい、やっぱ5ってやっぱちょっと中途半端とか、少ない数ではあるんですけど、やっぱ切りのいい数字でもありましたし、今の自分というか、やっぱ今年来年が自分の青年場だと、少年場どっちですか、少年場だと思ってるんで、やるなら今は今年だなと思ったんですよ。今年中に勝ちたい選手がやっぱりいるし、やっぱ今年中にどうしても勝って、その勢いのまま来年につなげたいと思ったのがきっかけです。秋野さんは本当に自分が、練習生の頃から本当に自分の親であり師匠であり、もう自分の中では神様のような本当存在で、すごい救っていただいたというか、なので本当にすごい自分のそのデビューした時に誓ったことが、やっぱいつか秋野さんに勝つっていうことだったんで、もうその時が来てるんじゃないかなと。それが今だからそのカードなんですけど、もちろんその秋野さんのパートナーになってくださった浜田彩子選手もそうなんですけど、やっぱ自分がエムズスタイルってところでデビューして、もうデビューしてからすぐたくさん当たってボコボコにやられていつも負けてきた選手で、結構節目節目に彩子さんも当たらせてもらったりとかで、やっぱこの二人に、この2人が自分の原点でもあるし、やっぱ勝たなきゃいけない相手だし、勝ちたい相手っていうことです。本当に中川智香、最初はそんなことはなかったと思うんですけど、気づいた時にはなんかすごい嫌いだしやり合ってたのが中川智香なんですけど、本当に思い返してみると、いぶきだったりとか、もうどこのリングに上がってもやり合ってきていたんですよね。すごいだから多分一番シングルもしてるし、
海外でもシングルしてるし、うん、まあ向こうも自分のこと嫌いだし自分も嫌いだし、だけどその秋野さん彩子さんと試合をするって考えた時に、じゃあ自分のパートナーは誰かなって考えた時に、やっぱり組むなら同期がいいなって思ったし、まあ、5周年っていうこともあるんですけど、うん、それを考えた時に、まあ、嫌いだけどやつしか頭に浮かばなかったというか、やつ以外いないなって思ったっていうのがこのカードを組んだあれなんですけど、でもやっぱり仲悪いんで、まさかちょっと組んでよとかっていうこともないで、ないし、まあ、したくもないし、できないし、多分話をそういう風にしても、まあ、向こうも了承しないのなんて分かりきってたんで、まあ記者会見で勝手に発表したんですけど、やっぱ戦ってみても、まあ、ある意味一番分かり合えてるかなっていうか、まあ、なんか何を目指してるとかどういうレスラーとかっていうのはやっぱまあ全然違うとは思うんですけど、まあ、そういうとこでは全然分かんないですけど、でも多分プロレスに対する思いっていうか、秋野さんとか彩子さんを超えなきゃ、超えたいっていう気持ちだったりとか、多分そういうモチベーションは全く一緒なんじゃないかなと思って、うん、中川にお願いしました。デビューから、デビュー戦をしたその日から思ったことは、強くなりたいっていうことと、うん、やっぱ強くなって、うん、どんどん、まあ、秋野さんだったりとか本当に倒したい選手いっぱいいるんで、うん、すごい時間もそんな、なんていうんですか、まあ、ないと思うので、2倍速で成長して強くてっぺんに上り詰めたいし、まあ、上り詰めた上で私が女子プロレスを世間に広めたいと思ってます。こちらのあゆみずスタイル、このポスターを3名様にプレゼントしたいと思います。ぜひ応募してください。